重厚な体から繰り出される多彩な技を武器に圧倒的な強さを誇る絶対王者藤井正樹。極真剣舞会を代表する名選手として活躍する男が教える合わせ技のテクニック。極真城南支部において5歳年上の兄と共に金子正弘師範の英才教育を受けた藤井正樹。ラグビーで鍛え上げたパワーを生かし、重厚な体から繰り出される天才的な合わせ技は兄藤井雄介をしのぐほど。2016年全日本空手道選手権大会4連覇を果たした男が必勝の極意を大公開。私が小学校2年生の時に、兄と一緒に、習いました。なので兄が始めたのがきっかけですね。最初入門する時まだ大井町道場が地下にあって、道場に行くまでに階段降りていかなきゃいけなかったんですけど、もう1段降りては戻ってきて、で2段降りて、やっぱ怖いからやめようと。で兄がビビってるんで、こっちもなんか自然と怖くなってきて、でそれで中入ったら金子先生がまだ現役の時だったんですかね。で先輩たちがものすごい勢いで練習したんですけど、やっぱちょっと怖かったですね最初は。でもやっぱかっこよかったですよね。なんていうのかな、嫌なことに対して立ち向かうことですかね。嫌だなって思うんですけど、きついし、誰もそんなきついの大好きなんて人は多分世の中に誰もいないと思うんで、ただそこにじゃあどういう目標設定をして、じゃあ何を持ってそこに挑んでいくのかっていう自分のもう覚悟を決める訓練がものすごくできたんじゃないかなと。きつい練習をきつくやらないっていうのが、きつい練習をきつくやって強くなった人って多分あんまりいないと思うんですよ。どんなきつい練習でもよっしゃやってやるよみたいな、もうみんなやろうぜみたいな、そういう明るい空気があるから乗り越えられて強くなるための極意です、しつこさですかね。しつこいと思うんですよね、強い選手って。粘り強いというか継続力というか、しつこさっていうのはすごい、勝つ上で必要な部分なんじゃないかなと思います。これから、私藤井正樹が今まで練習をしてきた試合で実際に使っている、技の、紹介、テクニックの紹介を、動画で、します。自分の技にするんだっていうつもりを持って動画を見て稽古に励んでください。極真の技を極め圧倒的に強くなりたい者たちよ、今すぐプロジェクトレビューをチェック。